はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、速報で作ります。やーべーの来たー。本当、ついに恐れていたことがね、だんだんと報道もね、動き出してきました。うわー、夕刊フジね、うわー、中国が新刊暗殺事件に潜む闇、安倍氏の不可解な死とペロシ氏の訪台計画、各国情報当局も疑念、岸田政権は真実公開するか。来たー、ついに来たー、ね、はい、国民として真実を知る権利があります。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います。情報提供しないでね、文句だけ言うやからはいりません。青山議員の告発によっていろんなね、行動が見えてきました、出てきましたね。やばいね、今回はね。暴力と恐怖で支配する時代は終わる。やっちゃえおっさん。いや、これがね、暴力と恐怖で本格支配の時代の始まりだね、これね。で、岸田総理の最初の一報の時のあの油汗ね、で、情報はもう知ってたんだよね。で、実行されたって感じで、自分にも来るぞってね、そんな感じだね。やばいね。はい、先ほどね、投稿いただきました、視聴者様からね、暗殺事件の核心をつく記事がね、ザクザクから出ました。で、皆さんご存知、夕刊フジ、ね、記事の核心部分を要約すると以下の通り。安倍暗殺の1週間前、台北中日経済文化代表所の社長円代表から何だかを受け、安倍氏は快諾したとされる。予定では敬愛するこの総統の命日である4月30日に訪台するはずだった。これを受けて中国は安倍氏を台湾に行かせた、強行するな、報告すると日本を水面下で脅迫していた。中国やロシア、北朝鮮の工作員まで動いていた。安倍氏も官邸も警察当局も把握していた。一方で奈良県警の手抜き警備は前代未聞だった、ね、これで全ての怪しい疑惑が明るみに出ましたね。だから当日とんでもないことが起こるっていうね、なんかツイッターにあったらしいのもそういう情報だったんでしょうね。だから本当、安倍氏もちゃんと知っていたね、官邸も知っていた、警察当局も把握していたね、で奈良県警の手抜き警備は前代未聞だったね。まあ、ここのところの流れがやっぱり闇というか、安倍さんはもうしてたんじゃないかとかね、まあ家族葬でとかね、まあ、そういったのものももろもろね、全てうなずけるような感じがするよね、本当。で、そういったのもね、あらかじめ承諾済みだったかもしれないっていうのもね、うなずけるよね、本当ね。だからね、本当にこういったものもね、おじいのサードチャンネルの方、これが今この安倍さんが生きてるんじゃないか説を出すとやたらにブロックされる、そのね、禁断の話題になってるっていうね、市長さんからもビシバシそれがやられてるんだっていうね。で、サードチャンネルの方ね、一緒かなってないので、1000人超えても時間があと3000時間足んないんでね、まあこれもなしでバン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 ね、そっちの方で出してるんだけども、やっぱりか、だからおじいのある意味仮説、この件をすでに情報をキャッチしていたから国を挙げて安倍さんをかばうとしてたんじゃないかっていう、そういう一つの仮説も
まんざら嘘ではなかっただろうね。考えられる仮説なんだよ、やっぱり。もともと把握していた、知っていた。だからこういう報道も知っていた。ね。知らないのは国民だけなんだよ。ね。日本は水面下で脅かされていた。ね。だから中国がどれぐらい恐ろしいことを知るか。ね。人口で島作ったところか、あの台湾もね、どん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 こう攻めてって、ね。遠い国の出来事を他人事で見てるっておじいもよく言ってたでしょう、ね、それがついに起こるんだよ、ね、この日本もだからなくなるんだよ。そんなバカなとか言ってたって日本は自国を守れない現状があるんだから、もう終わったんだよ。おじいももしかしたら寿命を全うできないかもしれないね。ただでさえ長生きできないのにその寿命すら全うできない可能性も出てきたね。それぐらい深刻な問題なんだよ。なんて能天気なんだ、暗い暗いナルシストの宮本春代だね、萌実ちゃんだ、のんきなこと言ってるわな。そんなので脅かされて、踊らされてね。だおじいがいつも言ってる現状、本当にそういう恐怖があるんだよってね。ついに現実のものになって日本はなくなるよ本当。はい、夕刊フジ行きましょうね。まあこのタイトルね、もういいよね。本日6時半に発表されたみたいです。米国と中国は台湾問題で極度に緊張している。ジョー・バイデン米大統領と中国のね、習近平国家主席が4月28日に行った電話首脳会談でも激しい応酬があり、中国当局は同30日台湾に近い福建省福州市なんとか島の周辺海域で実弾射撃訓練を行うとして船舶の侵入を禁じた。米原子力空母ロナルド・レーガンを中心とする空母打撃群は同月末南シナ海に入った。台湾有事は日本有事であり日米同盟の有事でもあると警戒していた安倍晋三元首相の不可解な暗殺事件と、ナンシー・ペロシ米下院議員長の訪問、台湾訪問は訪問計画の関係とは、岸田文雄政権は真実を公開するのか、ジャーナリストの加賀氏が最新情報に迫った。台湾周辺で米中軍事衝突の危機が高まっている。米国と日本台湾の防衛当局は異常なまでに緊張している。もう異常なまでに緊張しているんだね、これはね。外事警察関係者はこう語った。ご存知の通りバイデン氏と習氏による米中電話首脳会談は4月28日2時間17分も行われた。長いね。両者は台湾などで激論を交わした。最大の焦点はペロシが計画している8月上旬の台湾訪問だった、ね。習氏は声を荒げ拳をデスクに叩きつけ、外部勢力の干渉に断固反対する、火遊びをすれば必ず焼き死ぬと激高した、ね。下院議長は大統領が州務不能になった際の昇級順位が副大統領に次ぐね、要職である。中国はペロシの訪台は米国が従来の曖昧政策をして事実上台湾防衛への直接介入を宣言する歴史的場面になると警戒していた。防衛省関係者は米国と中国台湾とも高度な警戒体制に入っている。中国共産党機関紙人民日報系環球時報の前編集長がペロシ氏の当時状況を撃ち落とせと英語でツイートした後削除した。米国は水面下でもホワイトハウスを脅し
台湾も攻撃すると言っていた。米国はペロシ氏が台湾入りする場合、ロナルド・レーガン空母打撃群を派遣し、戦闘機部隊を警護出勤させる一触即発の危機的状況だと語った、ね。まあ、このタイミングとしてももう世界はね、だ中国とか北朝鮮とかもね見てるでしょ。結局ロシアがね、ああいう風にしてやっても周りは指をくわえて見てるだけね、何にもできない、戦争を恐れているね、だからもう格好のいいチャンスだよね、中国にしてみたらね。北朝鮮もミサイルポンポンやったしね、うん、だから本当にもうこういうもんなんだよ、ね、黙っててもう知恵もん勝ち、やったもん勝ちね。でやられちゃって死んじゃって魂が抜けていかんでやるって言ってるだけだからね。要は強いものが勝つ弱肉強食の世界なんだよ、ね、のんきに平和のことを唱えててね、断固いかんでやる、抗議するようになったってバーンってやられたら終わりなんだよ、ね。前哨した前編集長のツイートには、台湾に入るペロン氏の搭乗機を米軍戦闘機がエスコートすればそれは侵略だ、人民解放軍には警告射撃や妨害を含め搭乗機と戦闘機を強制的に、これなんて書いてあるのね、駆動の句だね、追する権利があるとも記されていたという。ペロシ氏は31日アジア歴訪を正式発表した。訪問先は日本、韓国、シンガポール、マレーシアとしており、焦点の台湾を訪れるかどうかは明記していない。外務省関係者は中国を警戒したようだ。ペロシ氏は凶弾に倒れた安倍氏を民主主義の英雄と称え、当初5日の臨時国会で予定されていた国会での安倍氏のツイート演説の絶望していた。ペロシはその足で台湾に飛びね、これなんだろうね、蔡英文総統に、安倍氏の台湾有事は日本有事であり日米同盟の有事だという言葉を伝え、米国の決意を告げる計画があったと明かす。臨時国会でのチェックシート演説は与野党の異論紛失で先送りになった。結果ペロシ氏のこれ何ホニャ帳を阻止し中国を喜ばせた恥を知れと言うしかない、ね。安倍氏は7月8日奈良市での参議院選の街頭演説中、無職の山上徹也容疑者、ね、殺人容疑で証言が手製銃で撃った弾丸で暗殺された、無念でならない。実は中国はペロシ氏の訪台以上に警戒し絶対に潰せと極秘指令を出していた重大案件がある。これ公安関係者、それが安倍氏の訪台だ。安倍氏の訪台は今年5月一部台湾メディアで報じられた暗殺の1週間前、台北在日経済文化代表所の謝長廷代表、駐日大使に相当から招聘を受け、安倍氏は快諾したとされる。予定では敬愛する李総統の命日である7月30日に訪台するはずだった、ね。もう読んでるし怖くなるね、本当ね。中国がいかに安倍氏を恐れていたか、驚愕情報を報告する。以下日米情報当局から入手した情報だ。中国は安倍氏を台湾に行かせるな、強行するな、報復すると日本を水面下で脅迫していた。中国やロシア、北朝鮮の工作員まで動いていた。安倍氏も官邸氏も警察当局も把握していた。一方で奈良県警の手抜き警備は依然大問題だった。米国や英国など各国の情報機関は安倍氏の暗殺を山上容疑者の単独犯行で終わりしようとする日本の当局に重大疑念を持っている。例えば1、山上容疑者に協力者がいた可能性がある。2、安倍氏の死因について救急救命医と奈良県警の発表に食い違いがある。3、救命傷を与えた
銃弾一発が安倍氏の体内で消え、捜査当局は説明していない。4、危機管理上問題がある場所で街頭演説が行われた理由などだ。ちなみに情報機関が使う特殊弾丸には体内で溶けるものがある。安倍氏の国葬、ね、国葬儀は9月27日に東京北の丸公園の日本武道館で開催される。政府は日本と外交関係のある199の国と地域、80の国際機関に日程を伝えており、相当数の参列者が見込まれる。岸田首相に申し上げたい。安倍氏の暗殺事件の闇を徹底的に解明し公開していただきたい。国民は岸田首相の日本を守る覚悟を見極めようとしている。このままでは日本は終わってしまう、ね。岸田政権なんか解散だ ね僕知らないと、ね、いうことでね、加賀光平さんジャーナリストの記事でした。本当ね、本当にね、やっぱりこうやってね、記事がこうして出てくるようになった、ね。でもやっぱこの内容を知るとやっぱり口を閉ざすよね。いろんなこういう情報を握ったり噂とかやったらみんな怖くてこんな情報を扱わないよね。怖いよね、狙われるから。これで納得するよね、国民の皆さん。で、まあ、真実をしたところで何も変わらない、この現状。だからね、まあ、過ぎ去ったことの真実を知ることも重要なんだけれども、そのもう残りわずか、ね、この日本という国が存在しているほんのあとわずかな時間、ね、どう過ごそうか、ね、どんなに土地とかお家とかお金を持ってても、ね、死んじゃったら何にもならねえよ、ね。本当ね、真実を知った時、ね、ロシアとウクライナの問題見てるでしょ。でも遠い国の出来事だよね。おじいつも言ってるよね、ウクライナではすごく平和に、ね、本当にいい国で綺麗な街で、それがある日突然ね、何も悪いことをしていないのにたくさんの人が死んだ、ね、たくさんの人がロシア国籍にね、帰った、ね、命を守るためにしたりとか、まあ、いろいろそうしてるよね、亡命したりとかね。で、本当にかなりの人が、ね、その何でもない軍事施設だけ狙うんじゃなくて一般市民もバンバン殺されちゃった、ね。まあ、ロシアってそういう国だよね。でも同じことを中国も同じだよね、ぶっちゃけね。まあ本当ね、どんなに遺憾だっつってもね、日本はこれしかないんだよ、わかる？日本はどんなに占領されても、どんなに国民を殺されても、日本ができる武器は、応戦はこれ一個だけなんだよ。これ何かわかる？大変遺憾法っていうんだよ。岸田総理、中国が攻めてきました、沖縄、九州、四国占領されました、国民はみんな壊滅状態です。そうか、総理、ご飯だぼ。よし、大変遺憾法用意。はっ。大変遺憾である。総理、準備できました。うん、発射。はっ。初心パッドーン、大変遺憾法発射。ドカーン。総理、既得になりました。読まれた模様です。
成功、よくやった。国民の皆さん、今回の件に関して大変遺憾をお見舞いしてやりました。安心してください。平和への挑戦だ許せない。岸田総理、今度は西日本が確保されて壊滅したもようです。生存者ゼロ。何総理ご判断を。大変遺憾法よーい。はっ、わかりました。大変遺憾である。準備できました。発射。はっ、初心パン。大変遺憾法である。ダーン、ピロリン、既読。総理、既読になりました。よし、平和を許したもの絶対許さない。パワー。総理、やられちゃいました。そのようだ。総理どうしますか。大変遺憾法用意。総理、何もないです。何も持ってこれないです。あちらの世界において何も発信できないです。そうか。そしてちょっと先には世界地図ね、こういう形の中国が刻まれるわけだね。はい、そんなわけでね、皆様が知りたい真実です、ね、真実を知ったところで未来は変わらない。これが現実です。岸田総理に決断が求められる。何ができる、ね、あの時に石原慎太郎総理が誕生してもっと強固にしていれば、というかもう遅いけどね。まあ国民としてはもう腹くくるしかないよ、ね、本当に腹くくるしかないと思うよ、ね、とにかくロシアとか中国とか北朝鮮とかね、そういうところが最終的に残る。ね、はあ、お昼か。生きてるうちにお弁当買ってきて食べるわ、ね、はい、終了です。直接ね、夕刊富士を見に行ってください。暇つぶしになった方はグッドボタンよろしくお願いします。以上です。